今日は千葉、千葉のあちこちちょっと回り損ねた部分もあったんですけれども、何がびっくりしたかというと、モノレールがすごく発達しすぎて、ぶっちゃけどこ俺はいるんだろうっていう、そういう気分にもなりましたね。ただなんていうんですかね、ペンタとか中は変わってましたけど、場所も変わってなくて結構面白かったですけどね。まあでも需要がこれ壊されてなくて本当良かったなと、本当は何もない更地で話すのかななんて思ったんですけど、まあ意外に、懐かしいものとか見れたんで非常に良かったです。